セニア・スタッド・イコール・デ・イ・ヨングはオランダの元陸上競技選手である。彼女は1948年に開催された1948年ロンドンオリンピックの女子400メートルリレー層で金メダルを獲得した。セニア・デ・イ・ヨングは1922年にスマランで生まれた。結婚してスタッド・イコール・デ・イ・ヨング生となってからも陸上競技を続けロンドンオリンピックに出場することになった。 ロンドンオリンピックでは、100メートル競争と400メートルリレー走の2種目に出場した。100メートル走では予選2位となって準決勝に進んだものの、準決勝では5位に終わって決勝進出を逃した。400メートルリレー走では、ネッティビツエールイコールティメール、ヘルタ・ファンデル・カデクデース、フランシナ・ブランカ君とチームを組んで第1走者を任された。 11チームが出場した予選は、出場チームを3組に分けて各組の上位2チームが、決勝に進出する形式を取った。オランダ代表チームは47秒6の記録を出して、予選3組の1位となり、決勝に進んだ。決勝では47秒5の記録で1位となって、オランダ代表チームは、金メダル獲得を果たした。なお、1950年に、 ブリュッセルで開催されたヨーロッパ陸上選手権大会では同じく400メートルリレー層で銀メダルを獲得している。2012年4月3日死去90歳没アスレチックスアットザ1948ロンドンサマーゲームズウィメンズ1 0 0ズラウンドアン2 0 1 1年8月19日閲覧アスレチックスアットザ1948ロンドンサマーゲームズ ウィメンズ 100m セミファイナルズ2011年8月19日、閲覧。アスレチックスアットザ1948ロンドンサマー、ゲームズ、ウィメンズ 400m リレーラウンド12011年8月19日、閲覧。アスレチックスアットザ1948ロンドンサマー、ゲームズ、ウィメンズ 400m リレーフィナール2011年8月19日、閲覧。 キセニアスタッドでジョン・オーバーレダン・テラグラフ、NL2012 年4月4日閲覧。ありがとうございます。